はい、松尾とさくらの会いましょう。今日もこんにちは。はい、こんにちは。始まりました。よろしくお願いします。はい、昨日ですね、私、はい、公演が終わりまして、そうですね、花咲の湯、はい、劇団スナック医者のね、うん、あの井伊直虎と徳川家康という劇をやりました、うん、はい、無事に終わりました。ありがとうございます。しばらくあれなんか 見れなくなるみたいな。そう、次ちょっと新作で今川をやる可能性があります。すごい今川今川ちょっとリクエストがあって。あ、そうなんですね、はい、なので今度ちょっと新作をこれから書かなきゃいけないんですけど、はい、ね、直虎の方もなんか面白く、ね、なってきてますよね。視聴率もいいし ね、なんか毎回私もなんか感情移入しすぎなくなっちゃって、そうそう、自分が直虎にこう、ね、関わってるのもあるんですけど、うんうん、すっごいなんかこうかもう感情移入して、うん、なんか涙流したり、そうそう、喜んだりときめいてみたり、うん、なんかいろいろ楽しんでます、はい、ね、ぜひ女女子直虎も見てくださいね、うん、で、あのちょっとついでにちょっと私の公演またちょっとまたあるもんですから、はい、ちょっと宣伝、はい、いいですか、出してもらって、はい、今度ですね、今月の末に劇団静岡剣士が静岡幕末伝というお芝居ありますので、静岡の、ね、幕末の歴史、徳川慶喜公をはじめ清水の次郎長とか山岡鉄舟なんかが出てくる、あとで渋沢栄一も出てきますので、よかったらぜひご覧ください。はい、私もお手伝いに行きます。よろしくお願いします。でついでに歴史ついでにですね、今度ですね、あの静岡駅弁というのを発足しまして、これ浜松なんですけれども、あの今度航空自衛隊のですね、浜松基地を学ぶということをあのやりまして、午前中はですね、漫画家の蛭間浩二さんがエアパークの案内をとても詳しいんですけどしてくださって、で午後はあの久野純先生が、京都 あの先生がいるんですけど、その方が来て弾丸トークで話してくれますので弾丸トーク、ぜひ来てください。久野先生面白いんで、はい、すごいですね。はい、ぜひ ね、3月5日です、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで今日のゲストですけれども、うん、はい、実はですね、結構これ第1回目ぐらいから結構宣伝してたんですが、そうですよね、はい、去年のですね、11月のね、13日に、うん、私ひょっこりですね、信長公紅葉祭っていうのに行きまして、うん、まあ、これはちょっと知り合いがね、ちょっとまあ、お出になってるってことで、ちょっとまあ新朗読にちょっとお客さんとして来ていただいたので行ったんですけど、鉄砲隊の、そう、鉄砲隊の、すぐ鉄砲隊の方がいらっしゃって、それでちょっとお邪魔しに行ったら、ちょうどここで刀鍛冶の実演が見れるということで、まあ、私時代劇やってるもんですから、ちょっとワクワクしてそれを見させていただいて、その時にいろいろね、刀鍛冶の方がお話をしてくださって、これはこの番組で紹介したいなと思って、うん、だもう見た後大興奮で、もうね、もうなんかそれこそ弾丸のようにいろんな情報をくれて、はい、はい、なので今日来ていただいちゃいました。はい、はい、じゃあ早速ご紹介します。本日のゲストは富士日本刀鍛錬所刀匠の内田義元さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうぞ。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。ただいま紹介に預かりました刀鍛冶の内田義元と申します。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、記念撮影ありがとうございます。はい、というわけで私実演をね、はい、見て初めて刀鍛冶っていうのを、ええ、見たんですよ。はい、はい、で、あ、こういう方が同じ、いわゆる地元、今、鍛錬所どちらで、静岡県、富士宮市の人穴というところで、人穴というところに、うん、はい、ね、仕事場を持ってやってます。ね、すごいとこでしたよね。一度ね、はい、みんなでお邪魔させていただいて、はい、はい、本当に山の中、うん、本当に山の山の中なんで、本当山の中、はい、そちらの方で実際鍛冶をこうやってらっしゃって、うん、まあいわゆる刀鍛冶なので、今ちょっとなんとなくここにもあるんですけれど、そうですね、なんかいろいろありますけどね。そうですね、はい、はい、ね、もしよろしかったらちょっとね、多分刀鍛冶って言うと皆さんピンとこないと思うんですよね、うん、なのでちょっと今日ご紹介というか、はい、していただいてよろしいでしょうか。わかりました、よろしくお願いします。でまず日本刀の製作方法について、はい、まあ、ざっと、まあ、これ人それぞれいろんな作り方があります。へ、職人によってやり方も違います。まあ、ただ一般的なその作り方というのまあ、ちょっとご紹介しますね。はい、まず日本刀の材料になる玉鋼、玉鋼、はい、ちょっと持ってみてください。はい、うん、重いですよ、すごい重い、重い、すごい、かなり重いです、重いですよ、はい、わかりますか、はい、ね、こんな銀色の、
あ、なんかねブルーのところもあるんですよ。ラピスラズリみたいな色になってますね、はい、これってこのまま取れるんですか。これはですね、あの、はい、砂鉄から還元するんです。砂鉄、砂鉄なんです。砂鉄ってよくあの磁石でこうやってやる砂鉄ですね。そうです。はい、あのね、今皆さんの周りにある鉄金属はほとんど、はい、もう溶鉄って言います。溶鉄、これはあの、はい、あの西洋の鉄です、ね、西洋の鉄、はい、あの鉄鉱石を溶鉱炉で高温で溶かして、うん、あの鉄を精錬するんですけど、うんうん、この砂鉄というのは、うん、あの玉鋼というのは砂鉄から精錬する。しかも一回も溶かされてないんですね。溶かされてない。溶かされてないんです。歯に溶融状態。あの溶鉄っていうのは、はい、コークスを使って溶鉱炉で高温で溶かすんです。溶かす、溶かす、うん、ドロドロに、はい、液体みたいになっちゃう、はい、でもこの玉鋼、和鉄というのは、うん、溶けてないんですよね。溶けてない、完全には溶けてない。柔らかくなってる。それはまた違うんですよね、うん、で、あのその砂鉄10トン砂鉄10トン、今の玉鋼を作る場合、はい、で、それに木炭、これ燃料になるんですけど、はい、これが約12トンって言われてます。12トン、それで3日未満、あのタタラ製鉄、タタラという方法で、はい、三日三晩砂鉄と木炭と交互に入れて出来上がるのがあのケラっていう大きな塊ができるんですね。これは約 2.8 トンと言われてます、ね、でその中からこの玉鋼、はい、これですね、刀の材料、はいはいはい、これは1トンしか取れないんですよ。その中の一部ってこと。そうなんです。つまり10トンも砂鉄使ってその中から1トンしか取れないって非常に効率悪いんですよね。うん、これ全部そうなんですよね。そうなんです。その中から、はい、うん、ですからこの間ちょっともののけ姫見たんですよ、うん、あの人に言われて、それもののけ姫に出てくるんで、はい、すごく大きなところにそうやってこう火をボーボーやって作るんです、うん、まあ、まさにそんな感じ、うん、はい、そうなんです。タタラなんですね。タタラね、はい、でこれがね一時期耐えてしまったことがありまして、うん、まず明治になってあの溶鉄の技術が入ってきました。外国から、はい、非常に効率のいい鉄の作り方です。そうなると非常に効率の悪い、うん、あの和鉄っていうのはもういらなくなるわけですよね、うん、工業。そうですよね、三日三晩ずっとね、はい、やってなきゃいけないんですよね。で量の割にはこれポチッとですよね。確かに。で一回そこで、すごい、あの耐えてしまったんですけど、はい、でも戦時中にあの軍刀の需要がありましたので、またそのタタラ製鉄というのが復活したんですね。一度ね。なるほど。ところがこれも終戦になって軍刀の需要もなくなりましたんで、うんうんうん、耐えてしまったんですね。うーん、ところが戦後日本刀を作る刀鍛冶がもう材料がなくて困った時期がありました、うん、もう古い鉄とかを使ってたようなんですけど、うん、そこでそのタタラ製鉄を復活できないかっていうプロジェクトがありまして、まあ、昭和50何年だったかな、うん、ちょっと忘れましたけど、はい、初めでしたね、はい、タタラ製鉄が復活したんですが、うん、まあこれもあの村毛っていうそのタタラを取り仕切る人がいるんですけど、うん、まあ、たまたまあの生き残っていた方がいらっしゃいまして、うん、まあ、その方のおかげでタタラ復活して、まあ、我々刀鍛冶はこの玉鋼を使って日本刀を作ることが現在できているわけですね。じゃあこれがなければ日本刀できない。できないですね。ただあの鉄をその形にするだけじゃないんですよね。うん、でこの玉鋼も非常にあの不純物が少ないんですよ。うん、でこれも何年も経ってるんですけど全然錆びないんですよね。うん、あ、そうか、これ自体が鉄ですもんね。はい、錆びないんですよ。うんうんうん、これやっぱり不純物が少ないこと。溶鉄だともうすぐ錆びてきますけど、和鉄っていうのは非常にあの、ね、和光って言いますけど、ね、錆びにくい。にくいですよね。じゃないとあれですよね、刀にもできないですもんね。はい、そうですよね。ですがこれをそのまま刀の形伸ばしても刀にならない。はい、これ炭素量が、まあ、大体 1% とか 1.5% とかまばらであったり、例えばこれは綺麗な鋼ですけど、ちょっとこれ見てください。ちょっと黒いカス状のものありますよね。こういうとこ不純物も含まれてますので、これをまた我々刀鍛冶は精錬していかなきゃならない。取っていくってことですね。そうです。でこれからあのその鋼をさらに精錬していくわけなんですけど、まずこの玉鋼を平たく潰すんですよね。はい、それでこれをちょっと後ろに置いてあるね、これ拷問道具じゃない。さっきからねすごい結構なんかいろんなものがあってね、これ拷問拷問みたいな。って言うんですけど、はい、この先にこの玉鋼をくっつけるんですよね。うん、はい、
これが玉浜、ね、この前も 見させていただいた、うん、山の中で山の工房、そうそうそう、工房の中で これですよね、こんな感じ、わかるかな、はい、この赤いやつもっと近くに持ってきましょうか、はい、でこうやって火をつけてあります、はいはい、お願いします。でこの上にさらにこう平たくしたものをいくつも積んでいくんですよね、はい、でこれは非常にいい鋼なんでそのまま積みますけど、うんうん、不純物が含まれているところはこれを割るんですよ、焼きを入れて、そうするとパリンって割れるところは非常にあの炭素量が高いので割れると、うんうん、炭素量が低かったり不純物の多いところはなかなか割れないので、それは2つ選別するんですよね、うん、でまあ基本的にとりあえずこういったものを積んでいきます。でこれから折り返し鍛錬という工程を経るんですよ、うんうん、これをたたい大体温度として1300度ぐらいまで温度を上げて、はい、これ大体積むのが大体3キロぐらい積みますけど、3キロ、はい、それを温度1300度ぐらいまでかけて叩いて、キャガネで切って折り返して、また伸ばして折り返してと、なんかパイ生地みたいな感じなんですね。そうなんですよ、積層構造になってるんですよねすいません、はい、で今日持ってきたはずなんでちょっと忘れちゃいましたけど、折り返したんでした後のものがあるんですけど、はい、これはだいたい12回とか15回、これも回数も人によって違いますが、まあだいたい12回から15回ぐらいはやると、まあ12回か15回ぐらいのこうパイ生地みたいになるんですね。で1回折り返せば2枚、それで2枚が今度4枚、4枚が8枚っていう、はい、事情で増えてくるので、倍になってくるんだ、はい、15ね、数回折り返すとなんか何万層っていう層になるらしいですよね、はい、でこうしていくと鋼に、はい、粘りが出てくるんですよね。粘り、はい、はい、と同時にやっぱり温度を1300度ぐらいまで高めますから、不純物っていうのは、うん、あのこの鋼の融点よりも低いので、うん、溶け落ちてくるんですよね。あ、それで、はい、それで不純物とあのちゃんとしたものと分かれていくんですね、はい、でしかも炭素量がまばらだったんですけど、うん、折り返し鍛錬することによって、うん、均一になってくるんですよね。あ、だんだん、あ、はいはい、均一になると同時にあの炭素量もだんだん脱炭って言いまして、だんだん低くなってくるんですよ。その 1.5% もあると刀として焼き入れても割れてしまったり、すぐ折れてしまったりするので、日本刀はだいたい 0.7% 前後ぐらいがいいって言われてるので、う、まあ、そういった炭素量に調整していくんですよね。まあ、これもあの職人の勘でどのくらいまで折り返せばいいか、すべ、うん、て勘ですか。勘なんですよ。なんかよくあのやその作業やられてる時ちょっと見させていただいた時も、うん、はい、全部勘ですねとか粘りが出てきたでしょって言われても何にも分からなくてほらほらとか、そう、うん、みたいな感じで見てたんですけど ね、 もうね、職人はその鉄の枠っていうんですけど、うん、その鉄が本当に湧いてくる、ジュクジュク音が出てきたり、火の色を見たり、本当に勘なんですよ。炉の中に入ってる、炭の中に入ってる鉄って直接見えないんですけど、そうですよね、見えないけど、でも火の色とか音とかそういったもので、その鉄の状態を判断するわけなんですね。で現在は、まあ、あの焼き物でもそうですけど、ガス炉があったり温度計があったり科学技術が発達しているにもかかわらず、昔のいいものがなかなか同じものができない。昔はもう本当に勘に頼るしかなかったので、その勘っていうのは昔の人間というのはすごかったんだなと。そうですね、はい、別に定規で測るわけでもなく、全て目で見たり音で聞いたり手の触った感覚であったり、今の人間は景気に頼りすぎてその勘が鈍ってるのかもしれませんけど、昔、ね、の人はもっとものすごくこう、まさに勘だったのかなと思うんですよね。まさに鍛錬ですね。本当ですね、はいはい、この塊でこのぐらいのが触っちゃった、このぐらいのができるんですか。刀ですかね、うん、刀にするの にどのくらい使うんですか。だいたい1キロの刀を作るのに、うん、もし仮に、うん、これが刀の1キロだとすると、はい、もうこれもあの鋼であったり人の鍛錬によっても違いますけど、はい、7倍、やっぱり7倍、7倍、7個ってことというか、例えば 1キロの、700グラムの刀を作るんであれば、ああ1キロであればその7倍ですよね、約7キロぐらいの鋼がいるってことですね、最終的に刀になるまでに、はい、それはもちろん折り返し鍛錬で、うん、あの不
不純物が抜けたり、うん、あるいはね、燃えてしまうこともあるでしょう、うん、そういう、あるいは削ったり、そういったことで減っていくんですよね、うん、叩き出されたりして、うん、すごいね、でもじゃあね、本当に一本の刀になるまでには、うん、結構気が遠くなるような時間と手間と、うん、はい、手間がすごいですよ。この前ちょうど見せていただいた作業を見させていただいた時は、つば、つばってこ ここの部分ですね。そうですね。はい、あ、これだ。刀のこれ真剣。この部分、ね。ここの部分ですね。でもここ一つ作るでもすごい時間かかってましたもんね。そうなんですよ。これもただ鉄板を切り、あのその形に切っただけじゃなくって、うん、はい、やはり和鉄を使う場合には今刀と同じように折り返し鍛錬ってことをしないと使えないんですよね。それ今あの刀の製作工程の途中であれなんですけど、うんうん、これちょっと見てください。これ釘ですか？これね、だいたい350、60年ぐらい昔の釘なんですよ。350、60年前の釘、はい、すごい、釘なんか避けてますけど、はい、すごいです。350年前ですよ、生きてる方いないと思いますすごい。注目していただきたいのはここ避けてるでしょ。避けてますよね。避けて、今皆さんの周りにある釘って避けますか？避けて見たことない。ないです。あれ一回溶かされてるから。あ、でもこれは溶かさずに、これを和鉄を折り返し鍛錬、その鍛錬したくっつけた部分がこう剥がれて、あの鍛節不十分だったんですよね。あの釘を抜くときに避けたんですよね。ということはこう叩いてたってことか。パンパン、うん、これを何回か折り返したんですよね。こう切れてる。昔は釘もね、一本一本手で作ってたんですよ。まあ、もちろんあれですね、うん、そうやって避けてるのが見えるってこと、ちゃんと本当に鍛錬されてたって証拠でもあるんですよね。もう溶けて同じ材料だったら絶対避けることはありませんからね。こう見た目はちょっと避けるチーズみたいな感じに、ね、なんかこう避けるチーズみたいな感じですよねって食べれませんけどね、はい、うん、すごい。だからやっぱりこういうとこもなかなか折れにくいとかね、一枚板だったらパリンと割れるのが、ベニヤ板でこうささくれたような、だからそういうとこもやっぱ粘り、うん、ああ、なるほど。ものがつってなると。でもこう工房で、あと炭の量もすごい使うじゃないですか。使いますね、炭も。で、あの細かいのから大きいのからいろいろあって、はい、ね、あれですね、そういうのも全部自分たちで自分で炭、なたで切ってくるんですよ、ね、切って、なんかあれで大きさもすごい結構ちゃんと、一定のあれになってましたね。この世界では炭切り3年向こう槌8年って言葉があって、うん、まあ、大体均等に手早く切れるまでには大体3年かかると。なるほど。で、向こう槌って言って、今あのここにもありますけど、はい、こういう拷問道具違う拷問ですね、まあ、これ大体8キロぐらい。8キロあるんですか？え、これはあれですか、あの、まあ、1人前叩けるまでにはまだ大体向こう槌8年すごいですね。向こう槌8年、まあ、でも結構か軽々とやってみるように見えましたね。これ見るとね、この仕事はね、男性の仕事だと思います、うん、本当に。いやで、あのあれですよね、いつもあのジャージとかじゃなくてちゃんとジャージだとね、あの火が飛んでくるので化学繊維は溶けちゃう。あれですよね、舞台衣装みたいな本当感じで、あ、これ格好でやる時もありますし、うん、その気分によったり気分ですか、工程によったりして服変えますあ、例えばあの今ね、機械使ったりするときにこんな紐が巻き込まれたら非常に危険ですよね、うん、だけどそうじゃなくて、例えばあの打ち出す刀の形に打ち出すときは、はい、かえって、うん、あの今の作業着なんかよりもこういう格好の方が非常に仕事しやすいですし、まあ、自分は気分とかその作業の工程によって衣装は変えます、はい、だからこれも本当に汚れてますよね、もう着てるんで、本当ね、ただ鍛錬とかだと本当に穴だらけになってもったいないので、鍛錬じゃ着ないんですけど、その時は作業着で汚れて穴だらけでも大丈夫なようで、なるほど、まあ、ちょ、まさにこの時作業着でしたかね。ね、なんかあれですよね、はい、目にもね、ちゃんとね、ガードしたり、ね、あとちょっと実はびっくりしたのが、まあ、真剣今ここにちょっとあるんですけど、うん、あ、いいですか、見せていただいて、はい、あ、真剣っていうかこの状態のまま、それであのね、だいたいほらさっき言った唾があって、まあ、塚があって、こう刀、これ中に歯が入ってるんですけど、あの内田さんのお仕事っていうのは実は中の歯の仕事なんですよね、基本は作る刀身なので、あの、まあ、簡単に言うとこの一本の刀を作るのに、うん、いろんな職人さんが加わって実はこの一本ができてるってことを初めて知りました、うんうん、あ、そうかそうか、そうですよね、うん、そういうことなんですね、ね、
あのね、日本刀がなぜ世界にも類まれなその強靭さと美しさ、美術性を持ってるかというと、日本の方のまさにその分業制なんですよ。分業制、あの外国の刀剣はどうもやっぱり一人の人間が刀身も作ったり鞘も作ったりしてるらしいんですよね。でも一人の人間ってどんなに器用でもあれもこれもっておのずと限界がある。確かに。だけど日本刀の場合には刀身を作る刀鍛冶、鍔を作る鍔師とか、あるいはね、あのこの鞘師とか塗師とか、この塚巻やる師、ね、塚巻師とか金具の金工師とか、そういったスペシャリスト、その道だけに特化した人たちの集合されたある、そのオタクというか、その特化した職人が、はい、その技術を出した結晶なので、俺はおのずと非常に高い技術力。ちなみに多分見てる方はこの中身が見たいと思うと思うんですけど、ね、ちょっと見せてもらってもいいですか。あれですよね、なんだっけ、喋っちゃいけないんですよね。そう、喋っちゃいけない。息を吹き返ってるよ ね、 やはり知ってました。私、これ持って喋った時に土田さんにみがみがされて、え、なんだろうと思ったら、ここによく和紙は口に挟んでこうやってやるじゃないですか、刀磨き。よくあの時代劇とかで、あれは喋っちゃいけないために口に和紙やってたんですって。そうなんですよね。知りませんでした。黙ってます。はい。とにかく日本刀は錆びさせちゃいけないと。そうです。大事に大事に伝えられてきたから、はい、900年、1000年昔の刀が今現在に伝来してるわけなんですね。そうですね。じゃちらっと、ちらりと、ちらっと。お、おーすごい。刀、本物ですよ。今あのほらゲームの関係なんかで刀剣女子で結構好きな、そう、好きな人多いじゃないですか。はい、いいんですか。はい、なんか言ってますよ。あ、なんかこんなのがあるらしい。島田刀鍛冶巡りっていうのがなんか今やってるんですって。ね、重いです。はい。すごい重い。はい。あとできっとこの後の番組で多分紹介されるんだろうな。はい、というわけでこれ本物の刀ですよ。本物、これ実際撃たれたっていうか、内田さんが作られた刀なんですよね。はい、芝居で使う偽物の刀とは全然違う。全然違います。怖くて、でもこれやったら本当死んじゃう。死んじゃうし。死んじゃう。はい。これ何キロぐらい？これはね、ちょっと重い刀で、まあ武道用で、まあ私が使ってるんですけど、すごいですよ、はい、刀身今の刀、あの刀身だけで1キロ330g かな、30g、1キロ1キロ以上あります。あ、重いですもん。でそれにツバとか金具とか、まあ、はい、結構重めのがっちりした方なんですけど、ね、1キロ 300g、すごい。はい、はい、喋っちゃったけど、ごめん、ね、うん、今ちょうどその刀のねやつが今これだと、なんだっけ、島田とか、あれこれどこだ、あ、島田市博物館でもやってるし、あとなんだっけ、駿府の資料館でもやってるし、あと佐野美術館でも今刀のね、やってますけど、今ちょっと刀ブームなの、ね、うん、そう、ね、今ねブームですよね。はい、うん、でもそうやってやると嬉しいですよね、刀ブームってあると。あんまり直接関係ありませんけど、そうなんですね。すいません、なんかミーハーな感じがブームだから、こう女性に囲まれたってことないので、あれば嬉しい、ね、よかった。そうですよね。多分今あの次の番組の方たちが今ちょっとこのチラシを持ってきてくださったんで、後で女性に囲まれると思います。なんだこっちゃ。はい、でもあの例えばでも今ほら日本刀って、まあ、一般的にはね、まあ、その時代だったら、まあ、人を切るために、まあ、使うけど、当然今、ね、うん、そういうことないし、あとちなみに全国で刀鍛冶の方ってどれぐらいいらっしゃるんですか。これよくある質問ですけど、はい、はっきり言ってちょっと自分把握してないんです。ただ、はい、一昔まで250人とか300人とか言われてましたけど、最近の本見るとなんか200人ぐらいっていう、200人ぐらい、全国で200人ぐらい、はい、一応資格を持ってる人がですね、文化庁、はい、で、うん、どういう、なんか聞くところによると刀も年間作っていい量が決まってて、そうですね、大体どれくらいしか作っちゃいけないんですか。作刀制限というのがありまして、刀および太刀は、15日以上かけなさいと、短刀脇差しは10日で1本、ということを考えると、まあ、刀であれば年間で、まあ、月2振りとして、って考えれば、はい、2本2振りでもそんなにはできないんです、そうですね、1ヶ月に2振り作るって相当でないと、下仕事から墨切ったり何したり、うん、あくまで順調にっての話なので、あと需要もあるんですか。はい、あの居合あるいは武道、そういった、はいはい、コメント入ってます、何でしょう、読めます、
なんか怖い人が歩いてる。なんだそれ。どういうことですか。はい、よくわかりました。はい。はい。すげえな。すげえな。うん。名前も読んだ。見えなくて、私ちょっと視力悪くてちょっと見えなくてごめんなさい。本田雄大さん。本田雄大さん、ありがとうございます。コメント。ね、すごいでしょ、うん、本当に。だってあの県内で、ま、あの刀鍛冶の方って何人ぐらいいるんですか。何人ですかね、まあ、数人。本当数人なんです、はい、貴重な方なんですよ、本当に。あの、ね、でもこういう日本刀はどんな需要でこうあの頼まれるってことあるんですか。まあ、武道家の方、武道家の方、あるいはあの娘さんがお嫁入りするからということで、うん、嫁入り担当。嫁入り担当、嫁入り担当、はい、うん。あとはね、昔であれば男子が生まれたから、ま、お守り刀であったとか、じゃあ男の子が生まれたら、まあ、節句というか、それにこう刀をっていうね、あのよくこう鎧をね買ったりするじゃないですか、5月の節句とかに、それに刀って感じですかね。へ、うん、大丈夫ですか。だからこれ必ずお名前入るんですよね、ご自身が作る。そうですね、あの、はい、一応法律で制作者のお名前は刻まなければならない。そうすると内田さんの、ね、まだ作ると内田さんのお名前が入る刀ができるということなんですね。昔はね、古い刀はそんな名前刻まなきゃいけませんよということなかったので、はい、あの無名って言って名前の刻まれてない刀も結構多いんですけど、ね、はい、そうなんですね、うん、今はあの制作者、はい、はい、もし、ね、あの作っていただきたい方いたら、うん、ぜひ内田さんに言ってみてください。はい、というわけで、じゃあちょっと時間が来ましたので、はい、ここでちょっとコーナーに移りたいと思います。お願いします。はい、ではさくらの占っちゃうぞーのコーナーです。お願いします。はい、はい、じゃあ説明お願いします。はい、はい、じゃあのタロットカードを1枚引いていただいて、はい、で、まあ、内田さんの今後をどんな1年になるかを、はい、今年1年を占っていきますので、はい、じゃあ引いてもらってる間に、はい、じゃあ次の紹介です。ですね、来週は2月の27日月曜日のゲストは綾と久江のふらり旅のお二人が見えます。お芝居をやってるお二人の、今度は、ご案内になりますので、ぜひ2月27日お楽しみください。はい、はい、こんなカードが出てます。はい、子供のね、絵があるんですけど、子供の絵は、そうそう、まあ、なんかすごく多分純粋なんですよ、内田さんで、なんかすごく純粋な魂持ってるような方なので、はいはい、でもなんか本当に自分の楽しいこと、興味があること、そういうこう何突き詰めたいこと、そこを本当にもうそのまま進んでいけば、また今年1年も充実した1年に、はい、なると思いますので、今までの生き方を変えずに、はい、今もうそのそのまま我が道をそのまま、はい、行っていただければ今日あの、ね、山伏でもあるんですよね、はい、私その話もすごく聞きたかったんですけど、さっきちょっと修行に誘われまして、はい、でも来年ぐらいちょっとね頑張ってみようかな。来年でもまだ1年後だよ。だって違うんです、今年は修行の年じゃないので。そうなの。そうなんです。でもね、はい、あのなんか1週間ぐらいそれ行くんですか、歩いて。そうですね、はい、大体1週間も、ちなみに何県でやってるんですか、それ。ね、京都の聖護院というところで大峰奥掛修行というのを毎年やってます。もしちょっと、はい、はい、吉野から入って、はい、和歌山の那智の方に抜ける修行なんですけど、はい、それにあの内田さんも参加されてるそうなの で、はい、すごいです。内田さんに会いたい方はぜひその修行に、そうそう、7日間一緒に入れます。何のこっちゃ。女性は途中でね、あのそう、別れになっちゃうね、女人結界がありますね、一時禁制のところもありますもんね。また合流します、はい、まあ、大体6日間、6日間ぐらい、はい、ちょっと修行したい方はぜひ、ね、はい、どこで申し込めるんですか。京都の聖護院門跡という、聖護院門跡、はい、はい、本山修験宗の本山があるんですけども、うん、そちらの方に問い合わせていただければ、はい、はい、まあ、そういう修行は、はい、皆さんぜひ参加してみてください。それをすごい、さっきすごい誘われて。その修行を経てこの刀をね作ってらっしゃるということで、本当にこれからもね、いい刀というか、はい、作っていただいてね、あのなんていうの、私、まあ、時代劇やってこう刀というかチャンバラシーンありますけども、まあなんかこれを機にちょっとなんか居合い習おうかななんてちょっとあの心なしか思って、まあこれを機にね、あの日本文化に触れていただけたらなと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで時間となりました、はい、松尾桜の会いましょう、じゃこれで おしまいで、次はママプロ、はい、ママプロのおしゃべりカフェにつながりますので、この後も八重洲テレビをお楽しみください。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい。